のプラスです。はい、ということで、はい、ちょっとあの撮影するのに洗濯物干してるのはちょっといや、あの今日紹介するもの、今日紹介するものですね。はい、はい、個人的に、はい、最近めちゃめちゃ、まあ、最近で今年入ってからかな、お気になって集めてる。そうだね、ブランドキングサイズ、ダダン何度かこうライブとか、うん、ちょこちょこ購入品紹介とか。そうだよね、あのチャビーさんのこの前の動画でも買ってたもんね、はい、あの出てきたブランドではあるんですけど、非常に面白い。いや、非常にでかいバカな服なんですよね、基本的には。今さ、結構その細身のちょっとシルエットだったりとか、うん、ちょっとこうトレンドがなんかオーバーサイズからちょっとだけ、ね、と細身になった感じがするんですけど、うん、それを僕もやってみたんよ、うん、一回、そんなから、あの517とかちょっと履いたりとかちょくちょくさ、細いの買うじゃん、うん、すぐ履かなくなるよね結局デゲーのが好きだっていう、そう俺合わない、トレンドとか違うっていうそうね、うん、違うんだなで、そこで出会ったのがキングサイズっていうなので、うん、あの一応一番ちっちゃいサイズが XL。 もう一回言って一番ちっちゃいのが XL が一番ちっちゃいです。その次があの一番でかいのが、うん、8XL です。 8XL 僕はここまでしか知らないっていうか、うん、いやもういるそこの間はね、結構もう全部あるよ。 2X、3X、4X、5X、6X、7X、8X、 そうまでの幅が一応ブランドの中ではあって、まあ持ってるものを紹介しますっていうことです。あのぜひね、あの気になった方はぜひキングサイズいろいろ見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。それではいってみましょう。キングサイズとはっていう、なんかさ、俺らの動画多分見てくれてる人とさ、あ、キングサイズですね、うわ、でかいっすね、みたいな、あ、でっかい古着キングサイズね、みたいな多分認識の人多いと思うよ、はいはいはい、あのちなみに原稿でもあります。確か確かあったんですよ、プリントタグのタグで、うん、確かね、あるんですよ、今でも普通に。僕が集めてるのはこれ、タグが刺繍タグっていう、だいたい90年代ぐらいのものを中心に、うんうん、集めてはいるんですけど、はいはいはい、結構ね、調べるとね、あの半袖のシャツとかはね、よく出てくる、うん、襟付きシャツだと、襟付きのシャツは、はいはいはい、結構ね、よく出てくるんですけど、それ以外がまあ見ないねえんだ、ね、確かに古着屋さん行くと見るね、半シャツはちょこちょこ、うん、キングサイズ、うん、キングサイズってタグ、これがいわゆる僕のさっき言った刺繍タグと言われるものですね、はい、まあこれただのロンティーです。うん、それが大体90年代ぐらいのものか。これはね、大体90年代ですね、このタグは。ツッコミどころしかねえな、おいこれ、いわゆるあの我々もね、よく着てます、こちら。よく着てますね。あの、オニータのポケティなんですけど、はい、どうやって比べたらいいんだろうね、これキッズみたいじゃん、こっちがこれもね、結構でかいのよ。でかい、でかいよ、これも大きいんだけど、あのそれをまあ凌駕するこのでかさ。すごいね、この襟ぐりよ、この襟ぐり。やばいよ、 T シャツの首の感じじゃないよね。すごいね。おそらくもう皆さん分かってると思うんですよ、この後ろにかかってるのこれから紹介されるにしてもでかいんだろうなっていうのが分かるんですけどこれの魅力は何なの、カツオ的に。シンプルにさ、じゃあ今、じゃあこのでかい、うん、このロンティー、ただ、うん、ただロンティー、ロンティーじゃただ言っちゃえば、そうね、こんなでけえロンティーじゃ今パッてどっかで買いましょうってなって買えないっていうのがまず第一におもろい、うん、なるほどね、ところと、うん、意味のないものにやっぱこう魅力を感じるというか、あー、なんでそんなでかくする必要あったみたいな、もう思考の極めまで達してるんだよね、あなたはね普通はなんかこうやっぱ魅力的だなと思うから、うん、やっぱ単純に生地いっぱい使ってるから、じゃあこれ作りましょうってなって、ブランドが、うん、単純に高いと思う。高い生地代としてた単純に、うん、弱すげえもん、これなんか思ったけどさ、うん、袖短くない、やっぱ、ね、このサイズにしてはただでかいだけじゃないのがキングサイズ。おっと、名言やな。デカゼンってさ、うんうん、ただでかいのよ。ただでかいよね、俺本当に聞いたことあるんだよ、本当にただでかいただ、なんかね、キングサイズなんとなくだけどちゃんとファッションっぽくなってるね、これ。この中でトップ3をちょっと、あー、3キングを、スリーキング、スリーキングをやっぱりファッションっぽくやっぱ着るので、おすすめは、うん、パンツはね、いい、まあ僕2人ぐらい入るんよ、これまあベルトでグンって絞って履くんですけど、うん、まあこのデカさのね、パンツはね、存在しんね。
まあ存在シーンよね、うん、なんかたまにこうリーバイスとかでディスプレイみたいな、そうだこんだけでかいの作れますみたいな、あの本当に白用じゃないやつとかはたまに出てくるんですけど、普通にこれが商品として販売されてたっていうのがもうおもろすぎるもん。であとこれ面白いのはさ、 こんなでかいのに横ゴム入ってる。まだいけますよ、ね、これでぴったり履けるやつが多分いるんだろうな、ね、すごいな。あ、ちょうどベルトなしでいけるわみたいなギミックもね、ちょっとこうブッシュというかフロントにかけてそうだね感じとか、なんかちょっとこだわってんのかな。ここだってさ、タッグさ入れてんだよね。そう、両サイドから入れてたりとかさ、デニムの生地感もなんか粗悪なデニムじゃないの、ちゃんと。いや、そうなのよ、ちゃんとしたデニムなんですよあれいや、なんかなんでなんだろうね。なんなんだろうね。なんかそのさ、メタボ界のハイブラとかそういう感じなのかな。なんかね、でもデッドストックで1回その90じゃなくて2000年ぐらいのやつ見たんですけど、そんな高くないのよ。あ、そうなんや。そんな高くなかった。フリースシャツですねいやもうコートやん、このサイズ。アウターみたいな感じで着れるぐらいでかいんですけど、単純に服としてフリースのこのネイティブパターンのシャツってだけですげえテンションが上がる。こんなんですごいね。まあ本当なんかポンチョみたいになるね、この生地の余り感とかが。うまく、すごい、うん、すごいね。これはね、お気に入りですね。彼183センチあるんでこれちょっとショーツで合わせるとなかなかですけど、なかなかちょっとね、うん、あの変態になっちゃいますけど、かわいいんだよね。これかわいいね。俺さ、ちょっとさ、今日この感じにちょっと合わせてみたいキングサイズがあったの。これコートですね。コート、これちょっとさ合わせたら絶対かっこよくない。でもいや、コートはね結構珍しいよ。あ、珍しいんだよ。アウターめっちゃ珍しい。秋冬でさ、それこそ今これ内側にさPC のアロハ着てるけどさ、うん、この感じでちょっとなんか上ボッと秋口着たいんだけどさ、これすごいね。すごい。僕もこれ182.3でも手長い方なんで ここしか出ない、ここしかおもろいよな、これ。かっこいいね。でもね、しっかりと内側キルティング入ってて、そうそう、内ポケもついてる。そう、ちゃんとついてる、ちゃんとついてる。広すぎてさ、解禁シャツのここが見えるっていう。でもこれちょっといいね。いいよ。うん、かっこいい、かっこいい、これ。はぁっていう動画ですかっていう動画このシャツもね、うん、これちょうどそのさっき出てきたチャビーさんで買ったやつですけど、あ、こっち側ね、こっち側、うん、これこれベロアですね。すごいね。なんかなんかさ、一応けど すごいベロアの部分高級感あるんだけどさ、うん、この襟元がさ、絶対コットンポリンみたいなさ、このダサい、ちょっとしょぼめな襟ついてるのね、ここにね。それ、まあ、それこそキングサイズさ、これバーでさ、柔軟キングいるわけじゃないですか。柔軟キング、柔軟キングいるわけじゃない。で、まあ、さっきのネイティブのフリースシャツとか、超着丈も長いし、超尾幅もあるってやつでさ、うん、どうやって逆に合わせるの、これは。俺結構やっぱオーバーオーバーで着るの好きやから、うん、ネイティブはね、俺これで合わせてたね。多分画像あるので、あの乗っけときます。キングキングでキングキングで一回合わせた時あったんですけど、王様のコーディネートやねあとはね、マリアーノのデニムとか。あー、だから本当に、だからこんな感じのことだよね、極太のね。あ、そうそうそう、うん、極太のデニムとか、あとはロスアパのスウェーパンとか。結構だからワイドなパンツで合わせることが基本的には多いかな。あーね、うん、トレンドとかも言うなと度外視、度外視でね、度外視。なんかバブアーのベストみたいな感じやん、形、確かに、ね、カンティングのね。そうだね、そう、うん、ウール生地で、ここにハンドポケット入って、ハンドのここにもあるんだ。そう、アーム、これねもうこっからもう全部こう体通りそうなぐらいだよね。あ、しかも内側ちゃんとキルティングになってるわ。そうで、こんな長いのにここもさ、手入るからさこの収まり悪いんだよ、大体ここでこう収まる。確かにこれでかいベストだったらさ、まあ、アウターの上、そう、アウターの上からね、AW で羽織れるからいいよね。リムのなんか、カバーオールみたいな。おお、なんかあれだね、結構着丈ちゃんとあるね。やっぱ着丈がちゃんとある感じじゃないんだね。じゃない、どれも長さがしっかりある。でこれそれこそさ、身長ちゃんとマジでないと着れないね。でも確かにそうかもしれない。あ、エコワックス的なやつ、裏起毛。あ、そう、フリースになってます。すごいねこれ。そう、ただね、これね、でかすぎて風ビュンビュンに入ってます。そうだろうね。
僕も、ね、結構好きでよく秋冬は着てます、うん、これ、てか去年これ以外着た？いや、着てたわ。あ、着てたでも、ね、よくよくこれ着てた、うん、俺去年もさ、まあ、週何回か会うわけじゃん、うん、これしか着てない気がするんだけどな。どんな服でも中着れます。もう今までね、うん、そのファッションとしてさ、いろいろなんかコーディネートどうこうとかさ、いろいろ話してきたわけじゃないですか、はい、あの何でも着れますとかさでかくていいでしょとかさ、なんかすごいなんか今日あのふんわりした動画になってます。動画になってる気がするんですけれども、いやもう加藤さんはもうファッションとかじゃないと思う。でけえのがいい、でけえのがいいということで、何かのでけえ服あったら加藤さんにぜひ送ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、はい、今回はですね、国産の髪が伸びたよっていう企画内容が全然違う企画内容になってます。あの、大きい服の紹介、皆さんも秋服、そろそろ買った人もいるんじゃないかな。確かに、うん、立ち上がってますからね、うん、映画あの、中野さんの動画でも あ出てます。 AW13 万円分回収するっていうのがあったんですけど、すごかったよ、ちゃんとこのブランドはこうでさ、だからかっこいいよねって言ってました。もっとちゃんと伝えいと僕らはパッションでやってるということで、お仕事はこういうことちょっとずつ出てしまう。ということで、ごめんなさい、ありがとうございました。ちょっと試着しただけで暑くてもやばい、やばいでしょ。ちゃんとあったかいんだよね、だから機能性もいや、そうこいつは肌でかいだけじゃない、だけじゃない本だって感じ。それなんだっけ、なんだっけな。だけじゃない。ちょうどいい本だじゃないですか。ちょうどいい本だか。天神だから、それ違うな。天神だからできたこと。できたことは違うか。違う。ちゃんとねインスタでね、コーディネート載せますから。ああ、よろしくお願いします。でも乗せるのはだいぶ先でしょ。 あと2ヶ月は。まあショーツはもしかしたら、ね、ああそうね。じゃあ今年の服フェスさ、うん、去年さアキラとかすごいいい T シャツ並べじゃん、うん、今年キングサイズでもなんで。でけえ服を並べる。